今日はめちゃくちゃすっぴんです。ご覧の通り、なんかガムむくんでる気がする。リップをつけたらなんとか。待って、ピンでさ前髪ずっと止めてたから超ボサボサ前髪なんだけど。いや、前髪がとてもおぼさおぼさで。え、めっちゃなんだっけこれ、ミンティアみたいなやつと一緒に入れてたら超レモンの香りになってる。これが前髪ずっとここにさこうやってピンで留めてたから超癖癖前髪。今日暑くないってか今頃だけど、今日暑いよね。ボサボサなんだけど、まあ前髪は気にしなくて良いでしょう。暑っ。みんな何してたの？今日って何曜日？水曜日かな。今日は水曜日な気がする。イエー、もう寝るだけ。あ、そう、頭にキアを塗ろうとしてたんだよ。この間塗ってたのにね。でも1週間くらいだったから、今日取っちゃったからまた新しく同じやつ塗ろうと思ってるんだよ。そう、もう寝るだけ。めっちゃやばい、喉カラッカラ、水飲みたい。喉めっちゃカラッカラなんだけど今。いやー、今日暑かったね本当に。びっくり、外出なくてもびっくりの暑さ。え、ミスった。一つ目からミスった。ね、今日めっちゃ晴れてたね。え、晴れてたよね。超いいお天気だった。晴れたり雨降ったり。昨日はめっちゃ雨降ってたっけ。あれ、どうだったっけ。昨日すんごい低気圧でめっちゃ頭痛かった記憶があるんだけど、昨日夜配信しようと思ったんだけど頭痛すぎて諦めたんだもん。ピエン、ここの川記録的な範囲。そうなの？マジか。9日？マジ？やだね。この前もすごい雨降ってたし。困っちゃうね。また台風来るの？来すぎじゃない？梅雨だから仕方ないか。6月だもんね。
回塗っただけですごい綺麗な色。この違いが分かりますか？私はね、すごく雨女なのでって言ってたけどね、やっぱり言葉にすることって大事って大事じゃないですか。だから雨女って言ったら本当に雨女、まあ本当に雨女なんだけど、もっと晴れ女って言っていこうと思って、言霊って話してたの。もっとね、自分は晴れ女だって言った方がね、いいよねって。言うんだけど、本当に私はことごとく大事な日に雨を降らせるからね。すごく、そう、雨女なんだけど、でもそうやって雨女って言ってるの良くないよねってなって、自分は晴れ女だ、晴れを呼ぶ女だってやっぱ言ってた方がね、いいじゃないですかね。言葉にするって大事。農家さんの味方。確かにね、雨女も悪くない。と雨女すぎるのも良くないけど、いや良くないんだよな。まあ農家さんの味方はしてるんだけど、でもね、すごく晴れてほしい時に雨降らしちゃうからね、まあ、良くはないんですよね。良くないけど、まあじゃあもっとね、晴れ女だって思って、もっと晴れ女って口に出していきたいなって思っている所存でございます。濡れた、また爪が綺麗になった。すごい、見てこのさ、3月に沖縄旅行行った時に、沖縄のホテルの部屋にね、なんかバルコニーみたいなのついてたんですよ。すっごい素敵なお部屋で、大きい窓があって、バルコニーがあって、ハッツと同じ部屋だったんで、わーバルコニーだーってなってテンション上がって、外に出る時にはその大きい窓でバーンってこの指挟んじゃって、めっちゃすごい、血まめっていうの、すんごい内出血みたいになっちゃってさ、すごい痛かったの。もう本当に、いや大事じゃになんなくてよかったって、折れたりさしなくてよかったと思って、そんなに腫れたりもしなかった、ちょっと腫れたかなくらいで、やばかったんだよ、めっちゃ痛かった。でも沖縄の思い出をこんなんで台無しにできないと思って、全力で冷やしてすぐに、でそんなひどくなんなかったからよかった。だんだんこの真ん中、爪の真ん中ぐらいになったのがだんだんと上に、ほら、ほのかに見える、かすかに見える、登ってきました。なんかあんな盛大にドアで指挟んだ、窓で、ドアだ、窓で指輪を挟んだの久しぶりでした。子供の頃思い出した。テンションが上がってたんでしょうね。ちゃんと窓の開け閉めは落ち着いてしなければいけません。舞い上がりすぎておりました。本当に素敵な部屋だったらしい。沖縄また行きたい。思い出すたびに、なんか今日家族の LINE にママから無言で石垣島のなんかホテルのリゾートホテルみたいな
リンクが送られてきたんだけど誰も何も反応せず、ママもリンクだけ送ってきてうわめっちゃいいところってなって、多分行きたいという無言の圧かもしれません沖縄めっちゃ行きたい。でも今は一番暑い時期じゃないですかね。もうちょっと涼しくなってきたくらいに行きたいかな。まあでも、まあ、夏にも行きたいけど、ね、でも今行ったら台風で飛ばされちゃう。でも海は入れるけど、海ギリ入れるけど、それなりに涼しいくらい。でも3月がベストだったんだよね、天気的に。めっちゃちょうど良かった。海も全然入れたし、まあ、普通に暑かったけどね。半袖で過ごしても全然暑いくらい。3月でびっくり。だから次の日東京でさ、その沖縄の名残で半袖で過ごしたら超寒かった超引きずってる。いつくらいになったら涼しくなるんだろう。9月とかだってまだ暑いじゃないですか。冬何月までだったら海入れるんだろうね。沖縄のご飯は何食べたかな。あ、沖縄そば食べた。なんかね、ハッツが行きたいお店を調べてくれて行きました。でもね、なんかそのお店がすごい、チームエイトの2周年コンサート沖縄であったじゃないですか。あの時にみんなで沖縄そば食べたお店にすっごい似てたんだよね。多分なんか有名なお店っぽかったから、もしかしたら一緒かも。でもすごい、もう6年前とかの記憶だから、え、めっちゃ似てる。一緒か分かんないけど、でも沖縄そば食べました。その6年前ぶりに沖縄そば食べたけど、すごい美味しかった。ソーキそば、なんてお店か忘れちゃった。全部調べてくれて、そのここに行った。あとでも着いてすぐはインスタにも載せてた海かじテラスで、なんか何だっけあれ、あのあれタコスみたいな、タコスみたいな、タコスじゃない、なんだっけ、タコスみたいなやつわかる、すごい美味しいやつ食べました。めっちゃ美味しかった何の情報もないね今んとこ。美味しかったって美味しいやつ食べました。海を見ながら。それで、あとは何を食べたかな。いっぱい食べた気がするんだけど、1日目はね、あ、でも沖縄のお菓子をめっちゃ買って、沖縄のなんかお酒も買って、夜それを飲みながらお菓子をつまみながら、なんかおつまみみたいなの買って、あつかとバルコニーでお酒を、沖縄のお酒を飲みながら喋ってました。ジンスコーとベニーモダールドと何があった、いっぱい買ったんですよね。おつまみみたいなのも買った。サーターアンダーギー買わなかったの。いや、買った気がする。サーターアンダーギー買った気がする。ベニーモ、あ、ベニーモのやつをなんか帰りの空港で買った。サーターアンダーギー、なんかその沖縄のお土産のお菓子は地元にあるなんかスーパーみたいなとこで買いました。
なんかハッツが本当にすごいいろいろ調べてくれてさ、お土産屋さん、空港のお土産屋さんとかで買うより地元のスーパーで買った方が安いって言ってたから、いっぱい安く買いました。サーターアンダギーは空港で結局買った、美味しそうだったから。ねえ、2日目の朝に沖縄の沖縄トーク、沖縄のそのホテルの朝食がめちゃくちゃ豪華でやばかった。あのね、あ、そう、レンタカー借りた。え、マジでさ、レンタカーないと無理だよね沖縄。それは自腹だったけど、みんなで調べて、そう、レンタカー借りて、そう、無理だよね沖縄車ないと。わかんないけど、ちょっと車で移動してました、あっちこっち行って。それでホテルの朝食がめっちゃ豪華で、すごい、あれをただでいただけたのはすごいって。なんかとにかく豪華だったの、いろいろあったけど一番美味しかったのはステーキ。ステーキ美味しすぎてみんなで感動してた。おかわりしました。私はこのステーキはしばらく食べれないかもしれないってなってなんかね、コーヒーも美味しかったしね、あとはね、なんかブルーシールのアイスがいっぱい置いてあって、あ、ブルーシールのお店にも行ったわ、そういえば。でアイス買って、みんなでブルーシールの T シャツをお揃いで買って、それを2日目に着ました。そのね、 T シャツは今もみんなレッスン着とかで着たり、うん、一番着てるのはハッツなんですけどね会うたんびにブルーシールの T シャツ着てる。うん、ステーキ美味しかったな、いいお肉だって、柔らかいお肉、忘れられない、あのお肉をまた食べに行きたい。ステーキはその朝食会場で、やばくない？朝食で朝からステーキを食らいました、みんなで。楽しかった。2日本当足りないって感じだったけど、でもその2日間でもすごく満喫しました。充実した2日間でした。ただ帰りのレンタカーのお店めっちゃ迷ってギリギリだった。違う、ステーキ、いや、朝食はもうめっちゃいろいろあったんですよ。もう種類豊富、バイキングで、ステーキが一番目立つところで、もうあのね、シェフが焼いてくれて目の前で、それをいただくんですよ。ステーキが一番美味しかった。あのホテルに泊まりたいな。
行きます。沖縄行きたいよ。またもうちょっと涼しくなったら絶対に行きます。次はもっと長い時間入れたらいいな。2泊はしたい。一泊じゃ足りなかった。十分楽しかったけどもっと痛いってなっちゃったから。あの、私がどうしてもあのね、沖縄で一番大好きなパイナップルパークに今回は時間がなくて行けなかったので、次沖縄行った時にはパイナップルパークに行きたいですね。すごく思い出の場、なんかめっちゃ小さい頃に沖縄に行って、もう何歳ぐらいなんだろう、1歳、それは何か2歳3歳、いやそれくらいの頃に沖縄に行って、なんか写真とかアルバムの写真とか見返すとさ、ちっちゃい赤ちゃんの頃の私が沖縄にいる写真とか沖縄の海に入ってる写真とか見るんですけど、たまにもうその時の記憶でパイナップルパークに行った記憶がめっちゃ残ってるの。それが一番鮮明に残ってて、だからそんでもそれっきり行ってないから行きたいんですよ、思い出のパイナップルパーク。あの赤ちゃんの頃に行った思い出のパイナップルパークに大人になった今再び訪れてみたいなっていう。うーん、福岡から行ったことないわけだ。え、あるかな。毎回沖縄行くとき仕事で本当に何回か、8に入って2回か、あ、この波動の旅行も含めたら3回。毎回東京から行ってる気がする。福岡から行ったことない、沖縄に。まだそうあるっぽいね。福岡から沖縄どんくらいで行けるんだろう。でもすぐだよね、すぐ。こんなに沖縄の話してたらめっちゃ沖縄行きたい、旅行にめっちゃ行きたい今。やっぱ夏って、いや年中旅行は行きたいけど、夏ってもっと旅行に行きたい欲上がりません？そんな気がする。まあ年中無休で沖縄、あ、旅行に行きたいけど夏って余計行きたくなる気がする、旅行に。でも今ね、沖縄もそうだけど、なんかね、石川県とか長野県とかにすごい興味あります。行きたい、長野とか石川に行きたい欲今めっちゃ。石川でもずっと行きたいって言ってて、めっちゃ行きたい。ヒカルのねお家に泊めてもらわなきゃ。これは何年言ってるんだろうって。石川に行ったことない。長野はサイリンとも話してて、長野行きたいみたいな。私この前美容室行った時に美容師さんがね、長野出身の方で、長野めっちゃいいとこですよって。
って長野の話聞いてたらもっと長野に行きたくなって、めっちゃ行きたい。北海道も行きたい。北海道ってまだ寒い。北海道行きたいな。夏に北海道行きたい。一回イベントで北海道行った時はあれもう普通に冬だったと思うけど、札幌何月ぐらいだったかな。あれもめっちゃ昔だからあんまり記憶が、しかも観光というか観光もしてないし、スープカレーが有名ですっけ、それを食べた記憶がある。うわー旅行行きたいね。旅行行きたらいいな。最高気温17度。寒いね。味噌ラーメン、うわ確かに北海道で味噌ラーメン、でも北海道なんて口がいくつあっても口胃がいくつあっても足りないくらい食べたいものいっぱいすぎる。絶対一泊二日とかじゃ足りないよね。二泊は必要。9月だったのか。寒かった。でも雨降ってた記憶がめっちゃあります、札幌のあのイベント。懐かしい。カニラーメン、どんなのあんの。ありそう。ジンギスカン食べたことない。もうとにかく北海道で食べたジャガバターの味が忘れられないんです。めっちゃ美味しかったな。ジャガバターがめっちゃ美味しかった。北海道も行きたいですな。え待って、めっちゃ私髪茶色くなったくない、今更だけど。変わってないか。なんか前回配信したの多分このサムネイル公演の後、なんかあの時より髪明るくなった気がしません。気のせい、気持ちがそう思わせてる。なんかちょっと明るくなった気がする。どうやろうか。眠とそうな目をしている。眠たいです。すごい、まつげがめっちゃ上がってる。ここの距離でもう画面を通してでもこれえニキビできてる。すごい、いろいろまつげがめっちゃ上がってる。すごい、まつげが見える。でも照明とかで本当に色は変わるからね。金髪にまでなるのかな、全然わかんない。どうなるのか、これからどんどん明るくなるっては言われたけど、ね、上がってる。めっちゃ二重。でも私二重。こっちは綺麗な二重だけど。あら、私こんなに二重だったかな。わかりにくいな。こっちはさ、絶妙な奥二重っぽい。で、松葉したら。
んな綺麗な二重だった。眠たいからか、うインナーカラー、インナーカラーね、今インナーカラー興味ないから、ただ茶色茶髪になりたいってなって、ノリで茶髪に、あーすごい髪が、見てこれすごい跳ねてるすごいピンで止めてつか跳ねてる。待って、もう時間がそんなにない、ネイルも綺麗に終わりました。話してる間に今日の吉田やっぱなんか大人っぽくなった気がする、髪が明るいと。自分で言う。前髪薄い今めっちゃ、イエーイ今日何日7日だ、6月、もう6月に入って1週間経っちゃった、びっくりぽん。今日そういえばね、ゆけりんさんとあかりんさんのコラボ YouTube を両方見ました。私もコスメ、なんかメイク動画とか撮りたい、憧れる、ああいうの、なんとかなんとかの何番です、これねすっごいおすすめなのみたいなやつやりたいでも私も一応 YouTuber やらせてもらってるんで、そうやりたいです。ちょっと今度劇場の時とかに余裕があったら撮りたいなって思いますね。このファンデーションがすっごいよくてとか言いたいんです、このリップがすっごくいいのとかアイドルはみんなこれ使ってますとかやってみたい。全然コスメ詳しくないけどああいうの憧れます。じゃあ3人分パパパって撮ってみたい、ね、3人また一緒に公演、まあ、出るでしょう、さすがにね、いっぱいお願いする。いや、せっかくやるなら YouTube に出します。ちょっと靴下買いだりとかだけじゃね、さすがにあれなんで、ちゃんとアイドルやってますよっていうのを見せるためにね、 YouTube ね、もうすぐ上がるかもしれないですよかもね、ああいうのやってみたいから、やります。すごい眠そう。じゃあ終わろうかな、ありがとう私の雑談タイムに付き合ってくれて。すごい松葉の力ねえ待って、ニキビ最悪なんだけど、ありがとう、ありがとうございました。じゃあ終わるかな、終わります。13位ボムさん、ありがとうございます。12位吉高さんありがとうございます。11位カヌアさん、ありがとうございます。10位秀次郎さん、ありがとうございます。9位関西エイトーシさん、ありがとうございます。8位コタンさん、ありがとうございます。7位ヌッシーさん、ありがとうございます。6位ヒガさん、ありがとうございます。5位タムナツさん、ありがとうございます。4位ゼリクさん、ありがとうございます。3位アツさん、ありがとうございます。2位マボルシさん、ありがとうございます。1位タートシさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。今日も一日お疲れ様でした。
じゃあね、おやすみなさい。バイバイ。じゃあね、おやすみなさい。バイバーイ。